立浪監督、今シーズンは当然優勝を目指す。プロ野球は29日開幕。立浪監督が優勝に向けて力強い一言です。中日ドラゴンズ、立浪和義監督、当然優勝を目指し、チーム一丸となって頑張っていきたい。結果6くらいに終わってそう。今シーズンは、って何だよ。オープン戦優勝したからもうボーナスステージ入ってるよ。名古屋民のヘイト勝ってそう。初年度は優勝なんか目指さないって言ってたのに。立浪優勝を目指すから好き。チュニドラが目指すのはキングオブコントの優勝や、監督3年目で采配は油が乗り切ってるし、盟友片岡が隣で支える。鉄壁の守備陣と投手陣、最低でも A クラスは確実だな。オープン戦優勝したしノルマ達成や、当然とつけたところに自信のなさが現れている。今日からまたチュニドラで満たされる毎日が始まるのか。なお秋には再開なのに続投が発表される模様。3年契約だから5位6位ならさすがに切られる。なんやかんや A クラスには収まると思うで、他が弱くて。ご視聴ありがとうございました。